開発途上国の経済や社会の発展などに貢献する国際協力機構 JICA の海外協力隊として活動する宇都宮市出身の隊員2人がきょう福田富和知事を表敬訪問し活動を報告しました福田知事を訪れたのは来月モンゴルへ派遣される宇都宮市出身の高橋ひとみさん26歳と パラグアイで2年間の活動を終えて帰国した宇都宮市出身の大井松茂樹さん27歳の2人です高橋さんは海外で教員経験のある知人から話を聞いたことがきっかけで世界を変えていけるような人間になりたいと協力隊を志したといいます介護福祉士や柔道整復師の資格を持つ高橋さんはその知識を生かしながら 近年、高齢化の進むモンゴルの高齢者施設で、介護支援や人材育成などに取り組みます。モンゴルでは、えー、と家族みんなで高齢者を支えるというような文化がありますので、家族みんな携わりながら介護をしていく、健康を務めていくようなモンゴルの文化に合わせながら、 やっていきたいと考えております一方パラグアイに派遣されていた及松さんは小学校の算数の教員として教材を作るなどして現地の教師の授業を手伝ったり児童に算数を教えたりして教育支援にあたりました学校の文化の違いから赴任した当初は困惑したそうですが異なる価値観を持った人と協力して仕事をする中で 相手が大切だと感じていることを知ろうとする態度が養われたといいます。苦労はありましたが、すごく異文化の中で、自分がどうか、どうにか子どもたちのために、先生たちのために活動していく経験は、すごくあのこれからの糧になると思います。JICA によりますと、海外協力隊の取り組みが始まった1965年以降、およそ60年間で、 栃木県から770人余りが活動に参加したということです。